はい、山寺です。今日はですね、5月の21日土曜日と5月の22日日曜日なんですけども、天王寺公園のエントランスエリアの、天使場というところがあるんですけども、そちらの方でですね、ハンドメイドエキスポミニイン天使場っていうのが開催されます。そこにですね、この天使場のイベントっていうのは、ハンドメイドのいろんなこう、作家さんが、出展されるらしいですわ。で、まあ、それとは違うんですけど、その出展する会場の中に、キッチンカーとか、飲食のスペースが、できるんですね。で、そこにですね、今回私がよくね、いつもお付き合いしてる、増田家さんですね。ブースが一つ、あるんですよ。そこにですね、お酒の販売とか、あと、まあ、試飲のコーナーとかですね。で、そのお酒に合うあての販売とか、お店を出店されます。で、そこでですね、私も、行くんですけども、そこでお酒とかね、僕も買って、向かい側にあるね、芝生のエリアで、皆さんと一緒にね、飲めたらなと思うんですよね。で、それがですね、私が行く日が5月の21日土曜日、昼の11時から山寺は行っておりますので、もしよかったらですね、皆さん、山寺と飲みたいなと思う方とか、ちょっと喋りたいなと思う方、おられましたら来てみてください。ステッカーもね、何枚か持っていっておきますんで、先着順にお渡ししたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。5月21日土曜日、11時から山寺は飲みに行ってます。ということで、よろしくお願いいたします。